今すぐネットで上田金物で検索す。本日はですね、日立、新型、コードレスグラインダーの、説明をさせていただきます。今までですね、コードレスグラインダーのタイプを出していましたが、今回はですね、このようにカーボンブラシが全然ないというブラシレスモーターを搭載した、コードレスグラインダーとなっております。と電池は5アンペアを取り付けておりますので、従来品からするとですね、約、1.7 倍のですね、長持ちがするようになっております。で、こちらのグラインダーなんですが、もちろん 14.4 ボルトなんですけど、ダイヤル調整でですね、スピード調整をできるようにしております。モードというのをですね、取り付けておりますので、こちらの方を、押していただくとですね、高音、低騒音という感じになっております。で、こちらの方を、切っていただくと、パワーモードというものになりまして、どこからのですね、ダイヤルがこのように変わってきます。自動的にですね、オートモードから始めて、負荷が加わるとですね、先ほどのパワーモードに変わりますので、基本、静かな場所で作業を しなくちゃいけないと言われる場合は、こちらのですね、オートモードから始めていただいて、機械内部で、重作業になってくると、自分で、パワーモードに変えますので、そちらの方のお使いの方がいいと思います。でですね、こちらの方ですね、メンテナンスの方が自分の方でできまして、ゴミを吸うですね、メッシュフィルターの方を自分で変えれるようになっております。で、こちらの方はですね、自分で取り付けられます、両方ですね。それとですね、安全性を考えておりまして、こちらの方をスイッチを入れます。で、電池を取り外します。止まります、もちろんですね。で、これをこのまま電池を入れましても動かないようになっております。こちらの方はですね、安全性を考慮して、やっぱ差し込んですぐ動くっていうのは非常に危ないですからですね、これを一回切ってもらうんです。で、こちらをまた入れてもらうとまた動きますというふうになっております。で、タイプの方がですね、緑色とこちらの赤色という2種類がありますので、どちらがお好みの方でですね、ご購入の方をよろしくお願いいたします。